随格は日本海軍が建造した昇格型航空母艦の2番艦として誕生した空母です。太平洋戦争ではミッドウェー海戦で主力空母4隻を失った後、数少ない正規空母として姉の昇格とともに日本機動部隊の屋台骨を支える存在になった随格。幸運艦としても知られ、戦争終盤まで生き残り、1944年のレイテ沖海戦では最後の機動部隊機関も務めています。海戦初期から終盤まで日本機動部隊と共に戦い続けた空母随格の生涯を見ていきたいと思います。空母随格の誕生。昇格型航空母艦は日本海軍が双流飛竜に続き丸3計画で建造を決定した高速空母です。1941年8月に1番艦の昇格が、41年9月に2番艦の随格が誕生しました。艦名は姉の昇格から引き継いだ鶴の字にめでたいことを表す水を合わせて随格とされています。昇格型は高速かつ大航続力を持ち、格納庫は最初から空母として建造された日本空母の中では最大で、航空機搭載能力にも優れていました。常用72機と日本空母でトップクラスの搭載機数を誇り、戦争中盤以降は日本空母最大の搭載力を誇る空母として機動部隊の中核になって活躍しています。昇格と随格の2隻は外見がとてもよく似ており、パイロットですら間違えるほどでした。そのため識別標識として飛行甲板に昇格には死、随格には津の文字が大きく描かれています。海戦まで2ヶ月ほどとなる時期に完成した随格は第5航空戦隊へと編入されます。しかし編成が遅く訓練が不十分なため、5航戦は第1航空戦隊や第2航空戦隊に比べれば練度に劣る部隊と見られていました。それでも随格は海戦までの間、真珠湾攻撃に備えて鹿児島湾や志布志湾、佐伯湾での訓練に励んでいます。海戦と海進撃。11月22日、随格はハワイ作戦に備えて1カップ湾へと入ります。乗員のほとんどは真珠湾攻撃のことを知らされておらず、作戦について聞かされたのは23日のことでした。11月26日、1カップ湾を出撃した随格は南雲機動部隊こと第1航空艦隊の一員としてハワイを目指しました。12月8日の真珠湾攻撃では、練度に不安がある昇格随格飛行隊は主に地上攻撃を担当することになります。この時随格からは冷戦6機、救急艦爆25機、救難艦砲27機の計58機が発艦して2機関機ゼロとなっており、後に幸運艦と言われる随格が早くもその幸運の一端を見せ始めています。1月20日からはラバウル攻略に参加し、3月末からはインド洋作戦に参加。セイロン沖海戦では空母ハーミズ、従順コーンウォールドセットシャーなどの撃沈に貢献しました。ハーミズ撃沈時に日本艦上機体は 82% という驚異的な命中率を記録していますが、随格攻撃隊の命中率はそれをさらに上回る 93% で、護航戦パイロットの技量も決して他の空母に劣るものではなかったと言えます。この頃の南雲機動部隊は向かうところ連戦連勝の快進撃を繰り広げ、日本空母部隊にとっての絶頂期にありました。史上初の空母対決、珊瑚海海戦。1942年5月、日本軍によるニューギニアのポートモレスビー攻略 MO 作戦発動に伴い、史上初となる空母対空母の海戦、珊瑚海海戦が勃発します。随格は昇格とともに MO 機動部隊の一員としてこの海戦に参加し、米空母ヨークタウン・レキシントンとの激しい航空戦を展開。レキシントンを撃沈しヨークタウンを中破させますが、日本側も昇格が飛行甲板に艦上機の発着艦が不可能になる損傷を受けます。この時随格は運よくスコールの中に逃げ込んでいたため無事で、後に随格が幸運艦、昇格が被害担当艦と呼ばれる片鱗を見せています。レキシントンは沈めたものの、ポートモレスビー攻略は中止され、初の日米空母対決は引き分けに終わりました。この海戦で護航戦も他に引けを取らない実力を持っていることを示す結果となりましたが、逆に妾の子でも勝てたのだから、
米空母など大したことはないとミッドウェー海戦での油断を生じさせることになったと言われます。そして護航船は珊瑚海海戦の損耗によって参加できなかったミッドウェー海戦において、日本海軍は主力空母4隻を失う大敗北を喫することとなりました。その後新たな機動部隊として第3艦隊が編成されました。昇格が機関となり、貴重な正規空母となった昇格型の2隻は以後日本機動部隊の中核として幾多の海戦で活躍することになります。機動部隊の柱として、新たな機動部隊の初陣となったのが第2次ソロモン海戦です。ガダルカナル島をめぐる攻防に伴い勃発したこの海戦は、空母エンタープライズを駐破させたものの、お互い決定打を与えられないままに終わります。ガトウの戦況が予断を許さないものになっていく中、4度目となる日米空母対決である南太平洋海戦が起こります。第3艦隊では昇格、随格、随砲の3隻がこの海戦に参加し、随砲が早期に戦線を離脱したため、戦闘のほとんどは昇格、随格姉妹が担うこととなりました。日本機動部隊は6度にわたる攻撃隊を繰り出し、ホーネットエンタープライズを要する米機動部隊に果敢な攻撃を仕掛けます。空母ホーネットを撃沈した南太平洋海戦は日本機動部隊にとって最後の勝利となりました。ですがガトウをめぐる戦いはさらに厳しさを増していきます。1943年4月に実施されたソロモンニューギニア方面での航空作戦である以後ロゴー作戦では、随格をはじめとする母艦航空隊までが投入されます。しかし機体の7割、搭乗員の5割近くを失う大きな被害を出した割にはわずかな戦果しか得られずに終わりました。マリアナ沖海戦、昇格との別れ。1944年6月、米軍はサイパン島への侵攻を開始。日本海軍はアウトレンジ戦法で米空母部隊を迎え撃つべく機動部隊を投入し、最大の日米空母対決となったマリアナ沖海戦が勃発。随格は機関、大砲、昇格とともに第1航空戦隊の一員として参加しました。しかし攻撃隊はレーダーや VT 信管といった米軍の新兵器と熾烈な対空砲火の前にほとんど戦果を上げることができず、逆に大砲が敵潜水艦の雷撃により撃沈されます。さらにこれまで共に戦ってきた昇格までもが米戦カバラの雷撃により沈没。幸いなことに随格はここでも勝破にとどまりましたが、マリアナ沖海戦は日本の敗北に終わり、日本機動部隊は実質的に崩壊することとなりました。沿岸の岬沖海戦、随格の最後。内地に帰還した後、機動部隊の再建が進められ、随格も対空兵器が増強され、飛行甲板には戦艦等他の艦艇に見せかけるため独特な迷彩が施されました。ガソリンタンクの周囲にセメントを流し込んだり、可燃性の木製家具をなくすなどの防火対策も行われ、これは後の沿岸の岬沖海戦でも効果を発揮したとみられます。またこの年公開された海戦3周年記念映画雷撃隊出動では、空母からの発艦シーンで随格訓練時の映像が使用されています。しかしこの映画が公開された1944年12月7日にはすでに随格は沈められた後でした。1944年10月、米軍のフィリピン侵攻に対して日本海軍は小1号作戦を発動させ、レイテ沖海戦が勃発します。随格を中心とする小沢艦隊はおとりとして米機動部隊を釣り上げる役目を担いました。随格は日本機動部隊最後の機関として出撃。10月25日には日本機動部隊最後の攻撃隊を発艦させています。随格からは冷戦10機、爆走冷戦11機、電山艦攻1機が出撃し、4隻の空母を合わせても58機というかつての栄光とはかけ離れた寂しい戦力でした。おとり部隊は見事米空母を釣り上げることに成功し、8時15分からは米軍による空襲が開始されました。随格最後の戦い、沿岸の岬沖海戦です。この戦いで随格は爆弾7発、魚雷8本と驚くべき被害を受けながらも沈むことなく嵐のような米軍機の攻撃に耐え続けました。これは出撃前に施した防火対策が功を奏したと言えるのではないでしょうか。
しかし、午後1時25分、空襲が止む頃には、髄核は大きく傾斜し、もはや沈むのも時間も問題と見られました。指揮官の小沢治三郎中将も、途中から、正気を軽巡洋淀へと移しています。午後1時27分、艦長の貝塚武雄大佐から、総員退艦が命じられました。飛行甲板の上に集まった乗員たちは、降ろされる軍艦機に敬礼した後、髄核万歳を叫び、艦を後にしました。髄核が沈没したのは、午後2時14分のこと。直立するようにして、海の中へと消えていき、直後に、数回大きな海中爆発が起こったといいます。戦死者は、843名で、助かった者が866名。貝塚艦長は、艦と運命を共にしました。沈められはしたものの、この戦いで、髄核は、敵を釣り上げることには成功しており、最後まで、立派に役目を果たしたといえます。海戦から日本空母最後の戦いまで、機動部隊の中心にあり続け、最も多くの海戦に参加した空母である、髄核こそは、最も活躍した日本空母と言えるでしょう。最後まで見てくれてありがとうございます。あなたが思うことをコメントしてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、評価もお願いします。次の動画でお会いしましょう。